今日から全国一斉に感染者の発生届を高齢者や基礎疾患のある人など重症化リスクが高い人に限定する全数把握の見直しが始まりました。そのため県は発生届の対象外の人に今日から運用が始まった陽性者フォローアップセンターへの登録を求めています。発熱外来での診察をはじめ自分で入手した抗原検査キットなどで陽性が判明した人のうちセンターに自分で登録する人は症状が軽く重症化リスクが低い人です。登録すれば自宅療養中に症状が悪化した場合医師や看護師が24時間体制で電話を受け必要に応じて医療機関などにつなぎます。高齢者や基礎疾患のある人など重症化リスクが高い人はこれまで通り医師の発生届を受けて保健所が入院調整や健康観察を行います。陽性者フォローアップセンターへの登録は専用ホームページか電話でできます。県は登録がないといざという時の支援につながらないのでぜひ登録してほしいと呼びかけています。また全数把握の見直しに合わせて県は明日から感染者の発表内容を変更します。新規感染者数の発表について移住市町村別や性別はなくなりますが総数とクラスターの発生などはこれまで通り公表する方針です。